皆さんこんにちは、キリアです。今日もこちら三国志波動プレイしていきたいと思います。さあ、そしたらこちらガチャを引いていってみましょうか。こちらガチャの種類が超九剣霊、大九剣霊、九剣霊、九神霊とありますけれども、まあ下からいくか。まずはこちら九神霊、これは動線を使って毎日10回引けるというガチャですね。ではこちら行ってみましょう。さあこちら来い、主治5の主治、おー SR で総人。これ求人霊で SR どうなんだろうな、いいのかいい方だか。こちらは牛金、義の牛金。よろしく頼みますぞ。そしてリジュ、東卓の知恵袋リジュ。そして主治5の主治、お王院、使徒王院。そして加工房、加工房かこれは加工トンの息子ですけど全然能力が高くない、加工房、そして隠し、これは理覚隠しの二人組の二人組じゃないんだかもしれないけど、そのうちの一人、そして涼花、これは黄金の乱からそして蜀の滅亡までを生きたと言われている涼花、実際のところはどうかわかんないけど、その涼花ですね。そしてこちらが逍遥で、これで10人終わりですね。こんな感じとなりました。どうなんだろうな。そしたら次はこちら九剣霊、こちらは10回引くごとに SSR 武将が確定というもの、こちらも1日1回無料で引けるというものですね。さあでは来い。まずはこちら無料の1回分ですが、心配心配か、まあいいでしょう。そして次は第9剣霊、こちらは SSR 武将の登場率がアップ、そしてこちらも10回引くと必ず SSR 武将テンプ850以上の武将が獲得できるというもので、このテンプというのが、同じ SSR の中でも能力の違いを表した数字というものですね。こちらがテンプ900の曹操、呂布で関羽も900、ここら辺のテンプという数字が同じレアリティの中でも違いがありまして、これの850以上が10回行うと必ず引けるというのがこちら第9剣霊。こちら行ってみましょう。1回無料で引ける分、さあどうなる。 SR 玄関、まあいいでしょう。そしていよいよ超九剣霊いきましょうか。こちら超九剣霊は10回ごとに SSR 武将テンプ850以上、そして50回ごとに UR 武将ウルトラレアかなが確定でもらえる。ではこちら1回引いてみましょう。さあどうだ、玄関玄関、まあ被ったらまあこれは調整が上がりますからね、まあいいでしょう。あ、これ超九剣霊10回使えるのがある。あ、これ何かの最初のキャンペーンでもらったのかな。そしたら超九剣霊10回いきましょうか。超九剣霊札を使用して求人を行います。いきましょう。これ10回引くので SSR 武将を確定でもらえる。よし来い。もっといきなり雷が鳴って、そして光って、おっとこれは誰だ、宝徳か、来ましたね宝徳。SSR の宝徳が来ました。必殺関羽の宝徳。そして次は雇用で、あ、諸葛金。そして倉庫、倉庫半分慶半将5位、職の5位、宗神、宗神も結構当たりますね。おっと、そしてまた、これは雷が鳴って、おお孔明、諸葛亮孔明が来ました。おお孔明も弓兵か。そして宗将、これは曹操の息子孔明来ましたね。 SSR が2つ来た、テンプ900の孔明、そしてこちらがテンプ800の宝徳。孔明はこれは豪華系というものかな。対象の戦法速度を 50% 低下、さらに 400% の攻撃、すごいな。よしこれはいいぞ。さあそしたらまたガチャ行きましょうか。次は九剣霊、こちらが今無料で11回引けるチケットがあるので、あと9回行うと必ず SSR ですから、これは SSR が1回確定している。よしでは行きましょう。さあこの九剣霊来い。カンタク、心配心配2連続、
オーロー、あの右下の方にいるオーロー、そしてサイボー、そして SR リジュ、おっと、そしてここで雷やりましたね。さあこれは誰だ、ホーセ、おー、必勝の策をお持ちした。これは諸の軍師。こちら諸の中でも随一の戦略家。この宝星が手に入った。そして保湿。おっと、もう一回雷が鳴って。おっと、これは誰、こちらは女性キャラ、光月影。お、これは孔明の妻、孔昇元の娘ですよね、これは。手に持ってるのは、これは木牛竜馬か、木牛。こんな小さくはないでしょうけど。さあ、そして、お、オーロー。これで SR2 人来ましたね。宝星と光月影。こちらが宝星。そして光月影、天賦のひらめき。自身を含む味方3部隊の対物特攻を 100%、兵器速度を 50% 上昇。これ、孔明がいるから、孔明と一緒に組ませるか部隊に。そして、あと1回引きますね。さあ、こちらは、こちらは王兵。孔明の北伐の時に馬謖と一緒に外邸に進軍した人ですね。で、自分は山の麓に布陣して、そして馬謖の窮地を救ったという、そんな人物。さあ、そしたら今回はですね、前回作ったこちら軍団の夫これは選挙報酬。主要都市と拠点の選挙状況に応じた軍団ポイントを獲得しました。これは拠点を持っているので、その分、この軍団ポイントがもらえるというものですね。こちら、前回この軍団を作って、で、まだこの軍団員、私一人しかいません。まだこちらでひっそりと自分一人でプレイしている状態ですが、こちらのミッションの2番、これ鉄鋼を10万採集するというこちらのミッションがもうすぐ達成できそうなんですよ。自分一人でコツコツと やってきました。そしたら、こちらの最終ですけれども、画面の右上にあるところ、こちらが、私が持っている資源なんですが、この鉄だけなんかすごく少ないんですよね、自分。他が、5万とか10万とかあるのに、鉄が2万しかないので、まずはこの鉄を採集しに行きましょうか。で、採集するポイントが、こういう風に色々と、高地なら、ここは兵糧が取れる、そして、伐採場なら木材が取れるなどいろいろあるんですが、こちら右上の検索マーク、ここをタップして、そして採集場をチェックする。そうすると、近くにあるいろんな採集場が表示されるので、ここでこの採鉱場、これを選びます。そして入手資源量が一番多いのがこちら長領の部隊ですね。こちら輸送力がこの入手資源量となっていますので、輸送力が一番大きい長領の部隊でこちら採集しに行きましょうか。あとついでにもう一個あったこちらを、これを孔明の部隊で行ってもらう。諸葛孔明進軍します。さあ、これでこちら長領がこの最高上に向かって進軍していっています。周りに族とかいますけど、族には攻撃しなければ特に何もされませんので、このまんま進んでいきましょう。さあ、ここで最高上まで到達して、ここで、鉄を取っていくんですが、これ結構時間かかるんですよね。このまますぐに帰ることもできるんですが、時間が経たないと、ここの、鉄鋼を今の時点で獲得したのが213しかない5万くらい獲得できるんですが、213しかないので、これこのアイテムのマークをタップすると、残りの時間、あと59分23秒22秒かかる。まあ、これを待っていてもいいんですが、今はこれは、このアイテム、最終霊光霊でいいのかな？こちらを使っていきましょうか。これを使うと時間を短縮できるということで、こちらを2つ使って、よし。これで、この長領の最終が終わったところですね。これで獲得物をチェックするともう5万入っている。よし。お、そして、こちらメールでミッション達成きましたね。これで鉄鋼10万採集を達成し、軍団経験を500獲得しました。主な貢献者キリア、私しかいません。まだこの軍団私しかいません。こちら受け取って、よし。これで軍団のミッションを、達成したので、次は3月11日21時に、こちら新しいミッションが受注されるという感じですね。
あと他にも先ほどちょこっと出てきた、軍団のポイントがありましたけど、今こちら拠点を持ってるんですよ。自分が拠点を、全部 D ランクですけども、この3つを持っていて、こちらが8時間ごとに貢ぎ物を受け取れる、そんなメリットがあるこちらの拠点、これで貢ぎ物受け取りで、こちらアイテムを獲得できる。そしてこちらは私個人が持っている拠点ですけども、これは自分以外にも軍団に入っていれば、軍団のメンバーが持っている拠点もここで見ることができる。そして、こちら軍団に所属していると拠点の恩恵を軍団員全員が受けられる。なのでこれは軍団に入っているとかなりメリットが大きいという感じですね。そして先ほどの軍団ポイントを集めていくと、このあたりのアイテムと交換したりすることができるというような感じとなっています。さあ、そしてこちら、先ほど入手した資源を使って何か施設をレベルアップさせましょうか。今回はこちら軍事符を強化してみましょうか。この軍事符を強化することで部隊に編成できる兵器を強くさせることができるので、ちょっとこちらやってみましょう。これで、先ほど持ってきた鉄鋼を今使って、で残りが 23,000 ですので、さっきの長領の5万の採集がなければここの強化はできなかった。で、これも時間がかかるんですけど、こちらも道具でちょっと短縮して、これでいってみましょうか。これで、こちら軍事符から今まで2つしか作れなかったこの兵器セイランを作っていたんですが、こちらもう一つ格納庫が開放されて新たに兵器を作ることができるようになった。で、今こちらセイランと木牛、そして照射、この3つを作れるんですね。で、投石者は軍事符のレベルが25にならないと作ることができないという感じか。まあここはセイランを作っておくのがまあベターかな。さあ、ではこれ開発していきましょう。これで3つ目のセイランも作ることができるようになった。こんな感じでこちら自分の都市を発展させて資源を多く手に入れるようにしたり、先ほどの兵器を開発したりして部隊を強くしていく。で、部隊が強くなったら、さっき作ったセイラン、まあ、さっき作ったものではないけど今まで作ってきたセイランを部隊に配置すると、こちら戦力がたくさん増えていく。で、せっかくなのでこれでちょっと族も倒してみましょうか。軍団のミッションでこれありましたもんね、レベル1以上の族を50回討伐。こちら弓兵レベル10の弓兵、こちらを退治していきましょうか。これで族を退治するとこういう風に報酬を手に入れることもできるので、こちらに長領で攻撃しに行きましょう。我が部にて制圧する。さあ、これでこちら長領が出陣していく。で、後ろには先ほどのセイランが装備されている。さあ、こちら長領がこちらにやってきて、この弓兵隊に攻撃を仕掛けます。こちら弓兵隊の左上のところに導線のマークがついているけど、これは導線を持っているということなのかな。さあ、こちら長領隊強いですね。一気にダメージを与えていく。そしてこちら戦砲が発動して一気に減らした。よし。さあ、これで長領が族を退治して、これで獲得物、あ、導線2000もらってますね。手に入れている。そして経験値の書、中と書を持っている。そしてさらにこちらミッションが一つ進んでいく。まだまだ先は長いですが、これで軍団のミッションもやっていきます。さあ、こんな感じでこちらの三国志波動を進めていくという流れですね。さあ、というところで今回はここで終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければ動画の評価をよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。それでは。